こんにちは。方変ワーフ、えー。今育成中なので、防衛チームに置かれた時に、どのくらい厄介かを味わいたくて、えー、この動画を撮っています。相手は前衛に方変ワーフがいるんで、えー、こちら青単色です。稲荷がいるんで、えー、対ミニオンチームです。アルベリッヒの復活。 しつこいフェンリルと、えー、ドカンと恐ろしいキルハイヤ。はい,い、行きます。方変ワーフをまずパズルで倒したいです。青の数はかなりありますし、この緑いくのも面白そうですけれど、 とりあえず赤ダイヤ作りましょうか赤ダイヤいきましょうか「み青が離れている」。 ええー。この青を下ろしてくる。<coughs> いいです <coughs>。失礼。方変ワーフにスキル発動されていいです。この青を下ろしていきましょう。一旦。方変ワーフがスキルを発動する。 えー、黄色、どっちでいこうかな。アルベリヒ、こっち行きましょうか。で、方変ワーフに、石化されたんで、まず石化、 をいてなり青三玉で倒せそうですけれども青ダイヤ作りましょうテインマインドレスアタックがうおーうさぎ あ、転移じゃないんだ。そうだ、普通のマインドレスだ。愛の使って、もうマグニが復活してくれためっちゃ助かる。えー、キリルを使って、えー、相手は、あと回避が2ターン。2ターン待ちましょうか。1ターン。 二ターン。えー、では、この状況で、スカジ行きましょうか。はい、スカジ使います。はい、えー、フロストダメージ4稼いだんで、まあ、いいかなーと。 では、しつこいフェンディルや、これから、え青の玉をたく。では、稲荷に対してマグニを使い、稲荷をパズルで倒して、えさらにさらに、えこちらマナーを貯めて、 アルベリッヒに復活されたらめんどくさいな。アルベリッヒ。アルベリッヒにマグニを当てて、青ダイヤを使ってしまって、今回かなり耐えてくれてますね、こちらが。アイノを使って、キリルを使って、 クランパス使って、ウサギを倒したいスカジを使って、アルベリッヒを倒して、はい。今回はこちらの防御力がなんとかしのぐことできましたね。はい。ありがとうございました。えー、方変は、ふ、育てていきます。